皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。BTS のテテ、テヒョンは、メイクアップアーティストのアンソンヒが2024年10月25日にフォトグラファーのパク・ジョンハと結婚したことを祝福し、温かいメッセージを送りました。軍務中の彼は Instagram ス,ストーリーに写真コラージュを投稿し、ハッピーウェディングとキャプションをつけて祝福を表しました。 アンソンヒはテテのソロプロジェクトチームの重要なメンバーであり、この投稿は彼らの友情とプロフェッショナルな関係を強調しました。コラージュにはディズニーランドでのショットやディナーの写真、撮影の裏側でのセルフィーなど、テテとアンソンヒ及びスタッフとの思い出の瞬間が含まれていました。アンソンヒの結婚式は多くの韓国の有名人が出席する華やかなイベントとなり、 ブラックピンクのジェニーもインスタグラムで結婚式の様子を一部公開しました。また、ファンはドラマ、ラブリーランナーの俳優病ソ足や、アンソンヒの親友である、ザ・グローリー出演の女優孫ヘギョの姿も発見し、喜びの声を上げました。アンソンヒは、韓国のビューティー業界でキャリアを積み、アシスタントとしての経験から、 自然でクリエイティブなルックを得意とする著名なメイクアップアーティストとして知られるようになりました。彼女の卓越した技術により、韓国のファッションやエンターテインメント業界で多くのハイプロファイルなプロジェクトやコラボレーションに参加してきました。多くのスターが SNS を通じて祝福のメッセージを送り、彼女とパク・ジョンハの結婚を祝いました。レイニー・デイズ、の歌手であるテテは結婚式には出席できなかったものの、 BTS のマネージャーや他のスタッフが式に姿を見せました。現在テテは韓国で義務的な軍務を果たしており、2023年12月に RM ジョングク自民と共に入隊しました。特にテテは、タイテロ及び高度な作戦に特化した、特殊任務部隊 SDT を選び、過酷な訓練に取り組んでいます。最近では、 テテが SDT の制服を着用してパトロールや訓練を行っている写真がオンラインで話題になりました。軍務の合間に短い休暇を得て、親友であるカシュアイユーのソウル公園に訪れたことも報じられています。レイニーデイズの歌手であるテテの除隊は2025年6月を予定しています。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想は コメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。